それでは、次の曲はアベマ TV と今日の今日好きになりましたと、あとソフトバンクのコラボ CM ソングとして作られた歌国という歌です。で、この歌国は今日高校生の子、学生の子どれくらいいますか？すごい、たくさん、ありがとう、ありがとう。2階の子もいるね、ありがとうございます。そう、そんな学生の子にはより共感してもらえる歌詞がギュッと詰まってます。あの、めっちゃっていう今時の言葉やったり、あとやばいとかそういう歌詞も入ってるんで、あの、歌ってる時にあったあったってちょっと発見してもらえるといいなと思います。それでは聴いてください、歌国。ブレザー貸してくれる優しさ。
歌国すごく素敵な曲だなって自分でも歌ってて思います。今日は女の子がちょっと見ていると多いかなと思うんですけど、これから告白しようっていう子だったりとか、あとはなんだろう、まだ、いい人は見つからないけど、これからいつか告白したり恋したりする子にぜひ聴いてほしいなと思います。